はい、皆さんこんにちは。店長武蔵チャンネルです。今回はこちらレーシング S125 6期モデルですね。で、下取りさせていただいたんで、ちょっとうちで販売をね、させていただいたところ、ありがたいことにですね、ご制約いただきましてありがとうございます。さあ、そんなレーシング S、 まあね、せっかくなんでちょっと見ていきたいなと思いますけど、いかがでしょうか。最近はそうですね、購入いただければね、それを取ってっていうことはできるんですけど、なかなかお話をいただけないっていう感じでね。はい、さあ、レーシング S125、 こちらフォークアイヘッドライト、いかがですか、ね、デザインっていうのは好みがありますやっぱりですから、好き嫌いっていうのがね。いやー、キムコさんはですね、 GP125 っていうね、昔ながらの、あのディオとかあるじゃないですか、ああいうね、そういうタイプのスクーターも用意してます。そして同じくね、こういう最新のスクーター、デザイン凝ってるんですよね。で、おそらくですね、見ると、あ、かっこいいね、これっていうね、思うと思いますよ、やっぱり。はい。まあ、お好みでね、もちろん選んでいただくということなんですが。さあ、そんなレーシングですかね。で、何から見ていきましょうか。ね、何がいいですか。フロントタイヤ、フロントホイール、このあたりを見ていきましょうか。はい。12インチ。ね、前後12インチです。はい。そして、タイヤがですね、ハイグリップタイヤがついてるんですよね。サーキット走行も考慮したっていうね、ケンダーの K702 っていうですね、そういったタイヤがついております。ですので、まあ、耐久性とかそのあたりは一般的なタイヤにちょっとね、劣る部分がありますが、まあその分ハイグリップということでですね、はい。まあ一般道しか走んないということであればね、もう少し耐久性とかだとツーリング的なタイヤの方がいいのかもしれないですが、そしてブレーキディスク。ウェーブタイプですがね、こういったものがついております。そしてこれはね、フローティングタイプですね。ここが分かれています。なぜフローティングタイプにするのか、なんかこう摩擦熱でブレーキディスクが、まあ、熱すごい高熱になります。そうするとここの付け根とですね、全部つながっていると歪むらしいんですよ。でそれを避けるためにここに隙間を開けてですね、その広がった分をちゃんと吸収すると、それによって熱の歪みからね、ディスクを守ると、そういう意味合いがあるらしいですね、こういうね、あのフローティングタイプということで、レーサーとかですね、あとそういうスポーツ走行を重視したようなオートバイの場合はフローティングタイプを採用しているということらしいです。そしてこれね、65ミリピッチでございます。ですので、ブレンボの65ミリピッチの4ポットキャリパー、よくね、ドカティ、BMW、そういったものに採用されているタイプですね。それがそのまま付けることができるわけでございます。そしてまあ、フロントフォークね、33杯ですかね。そして何と言ってもですね、この見ていただくと分かるんですけど、ステムのアンダーブラケット、こちらがねアルミ製になってますね。はい、6期モデルからアルミを採用しているようでございます。はい、これね、普通のミッションバイクでもアルミのアンダーブラケット採用しているバイクってあんまりないですね。やっぱりリッタークラスとかね、600とか、そう、400 CP400 スーパーフォアとかはアルミだったですかね。ただ VTR でしょ、忍者でしょ、忍者250、あのあたりみんな鉄ですから。あとホーネットも鉄じゃないですかね。だから普通は鉄、まあ鉄が普通なんですよね。そういった中でね、アルミを採用してるっていうのはいいじゃないですかね。スポーツ走行ということを考えると、やっぱお金かかってる、こういう部分でね、なかなかお金後から交換って大変じゃないですか、ね、そういうのが初めからついてるっていうのはなんか嬉しいですよね。さあ、こんなねレーシングでございますが、ヘッドライトがこう下についてて、ハンドルの方には、まあ、ウインカーが内蔵されている、まあ、こんなタイプでございます。あとね、こういうデザイン的な部分ね、こうずっと見ていって、あと後ろもですね、こんなね、凝ってるんですよ。これどうですか、これで、このマットカラーにね、このちょっとメタル調のエンブレム、そしてこのね、青もちょっと若干メタル調の、これがね、なかなかかっこいいじゃないですかね。そしてテールライトはこんな感じでね、何ですか、 LED チューブっていうんですかね、ね、ライン状にこう、これがテールライトで光ります。そしてここがブレーキランプですね、ウインカー LED でございます。見たらね、これ構想になってますね。はい、だから構想が作ってるようでございます。はい、でシートもね、こうちょっとここは滑り止めみたいなね、感じの表皮で、こっちのカーボン調みたいなね、カーボン柄みたいな、で2つのね、はい、分かれていますね。そしてステッチがね、こういいね、色が入っててもいいかもしれない、ね、でもこれシルバー系ですよね、このステッチね、なかなかおしゃれな感じのデザイン。そしてこうね、ちゃんとキムコって肩押ししてあります、肩押し、はい、このあたりもね、なかなか凝ってるなと、思いますね。あとこの辺とかね、ちょっとこう柄がついてるんですよね、はい、蜂の巣状ですね。あとこういうとこはね、あのカーボン調のあれが入ってますね、こういうとこね、
まだいろんな部分でこれ凝ってますよね。はい。あとミラーですよね。これね、アルミのね、はい。アルミアームのカスタムタイプみたいなミラーがついてる。うん。このあたりね、かなりお金かかってるような気しますけどね。はい。そしてメーターはですね、こちらでございます。フルカラー液晶と言っていいですか？ね、こんな感じでね。ハローみたいな感じです。ちょっとエンジンをかけましょう。はい。さあ、エンジン始動でございます。で、125。こちらスピードメーターありますね。で、スピードメーターの前にライン表示が出るんですよ。で、スピードによってこう、1段階、2段階、3段階。ちょっとね、空吹かしはさすがにスピードなので、表示されないですけど、まあ、一番最初にね、オープニングの時にポッポッポッと出ましたけど。はい。で、こちらタコメーターですね。タコメーターグビーっとこうね、上がる。そして燃料計があって、で電圧計があって、時計があって、で、距離計ということでございます。まあ、距離計トリップと、あと、これオイルチェンジのやつですね。はい。それがついております。で、切り替え式ではないんですよ。時計と電圧計はずっと表示されてます。だそういうあたりいいですよね。これもみんな距離計と例えば、こう、切り替え式とかですと、ちょっと、不便なね、部分もあったりするので、まあ、あとリップメーターね。で、昔のキムコだと、こう、長押ししないと切り替えられなかったんですけど、レーシング S はね、普通に日本のメーカーみたいに、簡単に軽く、軽く押せば、切り替わる。こういう風に、変更になってますね。まあ、操作系ですね。こういうスイッチ系は基本的に他メーカーと同じものを採用しております。これはやっぱりあれですか。作ってるメーカーが一緒っていうことなんでしょうね。さあ、そんなレーシングです。ちょっとね、こんな感じ。こんな感じで吹き上がりすごい軽いんですよ。で、エンジンもね、これ空冷なんですけど、結構静かですよね。はい。で、このあたりのスクーター 125cc クラスのスクーターですとロングストロークエンジンというのが多いんですけどレーシングの場合は 54mm×54.5mm ぐらいっていう気持ちいいロングストロークにはなるんですが、まあ、どちらかというとスクエアって言うんですかね、口径と高低がね同じぐらいっていう、その分ね吹き上がりにそれが影響しているのかなとそんな感じがしますね。吹き上がりの軽さと、はい、で、エンジンは空冷の4バルブでございます。はい、まあ、2バルブの、ね、車両も多いんですけど、まあ、レーシングは4バルブを採用して、ございます。そして最高出力が一応ですね7500回転で11馬力っていうことになってるんですが最大トルクも7500回転で発生ということで、こちらはですねやっぱ排ガス台湾の6機規制とかですねいろいろ排ガス規制がかなり厳しいようですので、そういったあたりでちょっと、かなり絞ってるみたいですね。なのでもしかすると ECU を変更することによってですね本来のパワーが発揮されるのかなと思ったりしますが、どうなんですかね。そのあたりはね、で販売されてます。はい、 ECU 出てますけどね、まあ、値段が気持ちねそこそこするんでね、ちょっとなって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけどね、実際にそれほら変えてどれぐらい変わっちゃうのかな、本当の本来の上のね美味しい部分が使えるようになるのかなとか、そんなことも、簡単に見てみましたけどいかがでしたでしょうか。ん？終わりじゃない？終わりじゃないだろうって、はあ、そうですよね。で、まあこれ台湾のスクーター、まあ、キムコクワイアンモーターの、頭文字 CO の頭文字を取って KYMCO、キムコはですね KY です。 KI じゃないですからね。はい、 KI だと、キムさんになっちゃいますからね。はい、KYMCO1963年創業なんですかね。1964年からホンダの車両を、技術提供を受けてですね、ホンダの車両を製造して台湾国内で販売、そういう会社でございます。で途中からですねそれを解消して、独自のブランド、それをキムコっていうねブランドで、展開している会社でございます。はい、さあそんなところですね。まあ、キムコのねいいところ、まずですね、やっぱりね、鍵ですかね。まあ、これはね、毎回説明させていただいておりますけど、非常にね、使いやすい。で、まずシャッターキーですね。シャッターキーのボタン1個。これ閉まります。閉めるときはね、ほんと簡単。開けるときはマグネットキーでね、こうやって開けるんですけど、で、ハンドルロック、ハンドルロックは普通にね、押しながら左に回しますね。これでハンドルロックかかってますけど、で、この位置からでもシート開けられます。これね、左に回すんですよ。回るんですよ。そうするとシートがね、パッと開けますね。はい。で、ちょっとね、これは。まあ、オフにしますよね。で、これ、ハンドルを解除しますね。もちろん、この位置でも左に回せば、シートが開くと。これがいいんですよ。で、オンの位置。これだと、オレンジかけますよね。で、
エンジンかけました、かけました、あ、やべ、しまうの忘れた、もしくは、あ、出すの忘れたって言った時に、エンジンをかけながらでもこれ押し込みながら左回すと開くんですよ、シートが。エンジンかけながら開けられます、はい、でさらにサイドスタンドを出したままでもエンジンをかけておくことが可能でございます。便利便利。もちろんサイドスタンドを出してること、出して止めといてエンジンかけてスロットル開ければ走っちゃうんで危ないじゃないかという方もいらっしゃるかと思うんですけど、それはほら使う人のあれなので、はい、使う人は気をつければ済むことでございます、はい、勝手にね機械の方でそれをされちゃうっていうのは面倒くさいなっていうこともありますよね、うん、どうですか。さあ、じゃあ燃料を入れるときはどうしたらいいのか。これ、ね、エンジンかけてどこからさらに右に鍵を回します。そうするとエンジン止まるんですよ、ね、でその状態からさらに右にポチッとね、そうするとこれちょっと折れるんでね、あれですかね、開きます、はい、で閉めるときはパチッ、ね、でエンジンかけるときはさっきの1個目のエンジン止まったところに今止まってますから左に1個パッとですね、そうすると来ますんで、それでエンジンを始動すると、まあ、こんな仕組みになってございます。はい、いかがですかね、便利じゃないですか。そしてここにね USB ポートございますよ。 USB ポートは、まあ、多くのメーカーが、ね、1アンペアを採用してますが、これは2アンペアでございます。2アンペアです。ですので、まあ、高速充電に対応しているということですかね。はい、でシートはですね、ここをね、まあ、先ほども何度も開けてますけど、こうやるとこういう感じでね、はい、セルフオープンシートになっております。はい、で調整できますんでね、あんまりボーンと開かんのちょっとあれだなっていう場合は少しちょっとね調整していただく、はい、であんまりねこれね離したままボーンボーンってやってると、やっぱりここの部分がね古くなってくればね、やっぱりね弱くなってきますんで、樹脂の部分が、うん、ですのでね、やっぱりこう、まあ、手で自分で支えてさし、上げるか、もしくはですね少しちょっと調整して弱めにして、軽くちょっとこの辺ぐらいまでしかスーッと上がるぐらいまでにしとくとかですね、まあ、そういう調整してもいいのかなと、うん、思ったりします。さあ、そしてはい、メットインスペースはこんな感じでございます。広く浅くっていう感じですかね、はい、まあ、めちゃくちゃ深くはないですけどね、でも十分な広さがあるかと思います。で下もね、基本的にフラットな形状ですので、物を入れやすいのではないでしょうか。はい、でフルフェイスヘルメットはね、物によっては入るそうでございます。ただうちにあるなぜかヤマハさんのは大きすぎて入らないっていうね、そんなねこともありますが、はい、これはね取り出しましょうね。はい、で閉めるときもね、これね軽くプッてやるだけ閉まります。はい、これ思いっきりなんてやる必要ないんですよね、うん、ただ気持ちいい、ちょっとねこう分かりますかね、軽く閉まる分少しね、ガタがあるんですけど、まあ座っていれば問題ないですよね、うん、で座らないでただこの状態でエンジンかけてると、ちょっとここはねカタ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 っていう場合もありますが、はい、まあ、通常はね乗ってる時にエンジンかけてるんで、まあ、使い勝手の方を考えるとそれで問題ないのかなと、うん、思ったりをいたします。まあ、フロントねディスクブレーキですけど、まあ、リアももちろんね、カトシ2ピストンのディスクブレーキを採用してございます。まあ、このあたりは、はい、日本のメーカー、まあ、日本のメーカーというとあれですね、台湾ヤマハが作っているシグナス X ですか、うん、それと、まあ、同じ感じかなと。でシグナス X と違うのは、シグナス X の方が現行モデルはねヘッドライトが LED になりましたよね。レーシングの方はこう、ね、ハロゲンを採用してございます。で一方ですね、シグナスの方はウインカーとかが電球ですよね。でも、まあ、レーシングの方はそのヘッドライト以外は全て、LED なということで、うん、まあ、ヘッドライトはね、調整式のタイプの H4 のやつを使いますからね、うん、それでまあ LED にするっていうことは可能ですけどね、はい、あとこの鍵のね部分、やっぱこれはもうやっぱ一回抜いてどのこのとか、そういった車種が多いですから、その考えると非常に使いやすいと思います。はい、まあ、ですので、ね、もし気になるか他のいわゆる日本のメーカーのやつを買おうかな、うん、日本、まあ、これ毎回こんなこと言うとあれですけど、日本のメーカーといっても日本で作っておりません、はい、現実は例えば台湾ヤマハとかインドネシアヤマハとか、タイホンダとかインドネシアホンダ、ベトナムホンダとか台湾スズキ、中国スズキとかね、要は他の会社が作ってるってことですよね。それを日本のホンダ技研工業なり、ヤマハ発動機なり、スズキ自動車なりが輸入して販売していると。だから説明とかに書いてありますね、はい、輸入業者なんとかなんとか株式会社って、はい、製造業者はそこの現地の、ね、会社で、輸入しているのはね、そういうところでございますので、そういった意味ではね何らこう変わらない、ようになってしまいました。
はい。さあ、そんなところでですね、気になる方は全国にあるキムコの正規販売店、こちらに足を運んでいただいてですね、実際に手に触れていただいて、あ、こんな感じなんだ、いいねこれっていうことをね。で、これがね、受けると日本のメーカーも同じようにやると思うんですよ。あ、ちょっとやんなきゃダメだなとね。で、シグナスは台湾仕様の場合は似てるんですよ。こっちのサイドスタンドでエンジンかかるますよね。あと燃料キャップもここ鍵で開くんです、そのまま。でそれをわざわざ日本仕様のにするのにああいう風状態にしてるんですよね。ある意味だから使いづらくしてる、まあ、安全性第一って言えば、あ、聞こえがいいかもしれませんね。あ、そういうことで、じゃあ話がうまくまとまったところで今回はこれでお開きとさせていただきます。